ジメチルジオキシランとは、有機化合物の一種で、有機合成において用いられる、酸化剤。アセトン分子の C イコールを二重結合に酸素が、付加して CO を O マイナス3因間となった構造を持つ化合物、などの略称で呼ばれる。他に D D、DMD、大窓など。酸素酸素結合と酸因間が不安定である点と、 酸素を失った後に生成するアセトンが安定な分子である点から、ジメチルジオキシランは様々な化合物に速やかに酸素原子を与える酸化剤として優れる。ジメチルジオキシランを用いた酸化反応の気質選択性は比較的高い場合が多い。アセトンと蒸留水の混合溶媒に炭酸水素ナトリウムを溶かし低温化にオキソンを徐々に加える。得られた。 混合物から冷やした受け器に向かって、減圧蒸留を行うと、ジメチルジオキシランを含む、気薄アセトン溶液が得られる。ジメチルジオキシランは、不安定であるため、この気薄溶液のまま冷凍庫で保存する。以下の反応に用いる際も、そのアセトン溶液を、さらにアセトン、塩化メチレン、あるいはアセトニトリルなどで希釈した形で用いる。ジメチルジオキシランは、 アルケンの炭素炭素二重結合を酸化してエポキシドに変える。その反応性はマクプバなどの加酸と似るが、ジメチルジオキシランの場合は酸化反応後の副生物がアセトンであるため、反応後の除去が簡単であるという点、加酸を用いた場合とは異なり反応系中が中性であるため酸に弱い気質に対しても用いることができるという点で優れている。このエポキシカは 新選択性を示す。また、加算が急電子的な反応性を示すのに対し、ジメチルジオキシランは嗅覚的に作用する。そのため、電子不足のアルケンとも反応しやすい。ジメチルジオキシランを分子アルカンに作用させると、酸球炭素を選択的に酸化し、対応する酸球アルコールを与える。他、ジメチルジオキシランはアミン。 スルフィドなどの酸化にも用いられる。ある場合には、大窓は不活性 CH 結合でさえも酸化する。大窓はニトロ化合物をカルボニル化合物に変換することも可能である。メチル元の一つを他の置換気に置き換えたプロキラルな誘導体も合成され、不正酸化への適用が試みられている。ありがとうございます。